アレッシオ・ボーニは、イタリアの俳優、演出家である、ベルガモ県、サルニコ出身。河原職人の父と、専業主婦の母の間に、三兄弟の次男として生まれる。14歳から、河原職人として、ベルガモ県ビロン語で父親と共に働き始め、その後、兵役として、州警察で一年半勤務する。20歳で、カリフォルニア州サンディエゴに移住し、ウェーター。 ピザ職人、郵便配達員、ベビーシッター等の職業を経験する。イタリアに帰国後、観光客向けのツアーガイドとして働いた時期もある。1988年から俳優としての活動を始める。1992年にシルビオ・ダ・ミーコ国立演劇芸術アカデミーを卒業後、舞台演出家、ルカ論行人の下で引き続き研鑽を積みながら、 1993年には、リリアーナカバーに監督作、ダブシエテ、イオソーのクイに出演する。1995年に、カリフォルニア州ロサンゼルスにて演劇コースを終了し、イタリアに帰国すると、ジョルジョストレーラーの指導の下で、真夏の夜の夢、ペールギュンと、主戦やツ等の舞台に出演する。映画やテレビドラマでの俳くを経て、テレビ映画、ラドンナデルトレノで、 初めて主役を演じ、人気テレビドラマ、インカンテシモへの出演で広く知られるようになる。エリック・エマニュエル・シュミット作、訪問者にて、アレッサンドロ・ハーベルと共演する、アレッシュ・オ・ボーニ2003年、マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ監督作、輝ける青春のマッテオ・カラーティ役で広く好評を、白紙、共演のルイジロ・カーショとファブリツィジフーニ、及びマルコ・ベロッキオ監督作、夜よ、こんにちはで、 アルドモーロ首相を演じたロベルト・ヘルリッカと共に、ナストロ・ダルジェント主演団優勝を受賞する。2004年、エミリー・ブロンテの、嵐が丘を原作とした来制作のテレビ映画、チーム・テンペストゼ・ゼで、ヒース・クリフ役を演じる。2005年に出演したクリスチナ・コメンチーニ監督作、ラベスティア・ネル・クオーレはアカデミー外国映画賞に、イタリア代表としてノミネートされる。2006年には、 グッバイキス裏切りの銃弾で、イタリアゴールデングローブ最優秀男優賞を受賞する。2010年、ツーリストで初めて、ハリウッド映画に出演する。2012年、喜劇俳優、ワルテル・キアーリの生涯を題材としたテレビ映画、ワルター・チアリ、フィーノ・オール・ウルティマ・リサダに主演する。2013年には、国際共同制作のテレビシリーズ、イル・リトルノ・デュリース・にテオ・デュッセウスを演じる。 2015年、ジョセフ・コンラッドの小説、血統に基づく演劇、アイ・ドゥ・レンタイを、ロベルト・アルドラージと共同で演出し、第58回、二つの世界の芸術祭に参加する。また、ミゲル・デ・セルバンテスの小説、ドン・キホーテに基づく演劇、ダンチ・シー・チョティで、演出、主演を務め、2019年1月22日より、イタリア各地で公演を行う。ありがとうございます。